小人図鑑第46弾です。なんか臭くない？やっぱ臭い？言ったでしょ。怒ってる？まさか。若干ね。動画でしっかり映るのは久々じゃない。ちょっとトイレしていいっすか？しかも台の方。こんなの見たくねって誰も。どうも花子です。今日はねということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。ということで、今回の企画なんですけども、やってまいりました、小人図鑑第46弾です。ありがとうございます。ということですね、ちょっと久々の一人で小人撮影でして、で、見てもらったら分かると思うんですけど、今回僕の家ということは、今回は家の中にいる小人でございます。その名も、今回捕まえていく小人は家収集衆。こちら捕まえていきたいと思います。説明この辺に出しときます。ドカン。家収集衆、体長15センチ、人家に住み着く小人です。匂いに敏感で、家庭のいろんな匂いを体に執着させ集める習性があります。匂いは体内でミックスされ、成熟を終えると頭頂から放出されます。独特な匂いなのですが、徐々に放出されるので住人が気づくことはありません。ということでですね、なんとも臭そうな小人なんですけど、今回今の説明にもあった通り、徐々にその匂いが放出されるんで、ずっと家の中にいる家の住人は気づくことがないっていう小人でして、で、今回なぜこれを捕まえようかと思ったかっていうと、やっぱりね、このずっと家の中にいたらさすがに気づかないと思うんですけど、僕結構何日か家を空けることっていうのは少なくなくて、まあ3日とか4日、長い時だったら1週間くらい家を空けることもあるんですけど、で、3日とか4日、最近ちょっと1週間くらい家を空けることがありまして、で、帰ってきた時に、んと、え、なんか臭っていうね、あれと思って、ゴミを出し忘れてるとか、生ゴミがもう腐敗してそっから匂い出てるとかじゃなかったんで、で、家の中探しても匂いの根源が見つからなくて、何か分かんなくて、で、まあ1日くらいかな経ったら全然気になんなくなったんですけど、本当は家帰ってきて玄関開けた瞬間、あ、臭っってなったんですよ。そんな小人いるかなとも思いつつ、一応この日本の小人大全で家に住み着く小人のとこ見てみると、いたわけですよ、家収集衆。まあ、これ家の匂いを収集するっていう意味で家収集衆なんじゃないかなと思うんですけど、今回はこちらを僕の家で探していきたいと思います。やっぱりこれはでも、いたら捕まえないと、僕は気づかなくても、やっぱりまあスタッフだったりマネージャー、カメラマン来ることありますんで、その会議とか撮影で来た時もガチャ、臭っ、え、何臭ってなると思うんで、絶対捕獲しないとなと思いまして、なんでとりあえずい、痛い、誰か来た、あ、今開けます。ちょっと待って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 、ちょうど今カメラマンの沖本来ました。入ってください。お疲れ様です。ちょうど今撮影してまして。なんか臭くない？え、この部屋を変したしてないけど。臭い？なんか変な匂いするぜ。やっぱ臭い？言ったでしょ。で、それは小人の仕業らしいんで。なるほど。はい、今回それちょっと捕まえなきゃと思って、じゃあちょっと早速探していきたいと思います。さあ行くぞ。はい、ということで、ちょうどカメラマンも来たんで、いや今回は本当深刻な問題ですよ。そうだね、遊びじゃねえよ今回は。ああ、いなかった、捕まえれなかったでは済まんから。怒ってる？まさか。若干ね。何この匂いに怒ってるの？真剣です。目がもうやばい、真剣ですもんね。マジ、うん、気づいてないけど自分じゃやばいよ、ね、マジで、うん、気合入ってんだよ。行っちゃうかい。じゃあ、うん、行っちゃう。早速、はい、家の中の匂いを、いろんな匂いを集めるっていうことで、うん、匂いの強いところにいる可能性が高いと思うんですよ。うん、で、それは臭い匂いだけではなくて、まあ、いい匂いもそうだし、芳香剤とかも匂い強いじゃないですか。はい、そういういろんな匂いをミックスして熟成させて頭頂から放出するっていうことで、はい、キッチン周りってでもやっぱゴミ箱とか怪しいよね。怪しいよね。いないっすね。いないね。わかった。うちで一番匂い強いって言ったら、はい、マルクルの餌。ああ、あれめちゃくちゃ匂い強いでしょ。強いね、確かに。うん、ドッグフードの匂い。ちょっと移して。うわ、いないか。いないな。何やってた今。撮影中だぞ今。準備はしとけよ最初からな。な、俺のこの目を見て。
すいません。もう一回言えるか、同じことが。言えません、すいません。だよな。はい。行くぞ。あと、冷蔵庫とかどうすかね。今、野菜室出したんですけど。いや、いないっすよね。うん。じゃあ次、この中野さんの家の周りとか、このシェルターの中にいるとかも、ここ、これ。これ？この中に。隠れれるでしょ、小人なら。あら。いないっすね、中野さんはいました。そりゃいるだろ、買ってるもん。動画でしっかり映るのは久々じゃない。元気にしてたかい、中野さん。へこいた。お前へこいたよな、今。こいてねえわ。お前だろ。いや、来た時俺に向かって羽田さんがへこいたんじゃないですかなんて言ってたけど、うん、実は沖本さんだろ。への匂い残してってんだろ。残してそんな帰る前に、ここ玄関出る前に毎回へしてんだろ。残るわけないじゃん。だから玄関くせんだって。草。ちょっと待って、草くない。ここが僕のハザードスカイ。名前は知らんけど、僕の得意技いきます。はい。ほっ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 。すごくないですか。普通にすごいです、それは。もう一個だけじゃ。はい。かっこいいよ、次の言っとくけど。ほっ。かっこいいよ。かっこいいでしょ、これ、うん、今のは好きだわ、なかなか。じゃ違うんですよ、今回探さないと、マジで。そうだよ。あ、マルクルの家。おお、行きましょう。このマルクルの家の近くはやっぱり動物の匂い、犬の匂いってしますから、その匂いを収集しに。どう？いないか。うわ、めっちゃいそう。いないね。うん、ちょっとこの家の中もいる可能性あるんで。よし、よし。いやー、どうだろう。いや、やっぱり中に入って同じ目線で見てるんですけど、いないっすね。ちょっとトイレしていいっすか。え、まさかのそこで。ちょっといいっすか。いいっすけど。しかも台の方。しっかり写しといて。あ、わかりました。そのうんこの匂いを嗅ぎつけて、はい、来るかもしれないから。罠ですね、これ。そう、罠罠を仕掛けると。今今回の奥の手いいっすか、じゃあ。はい。写してる、ちゃんと。写してます。ちゃんと写してよ。こんなの見たくねって誰も。いや、ちょっとなんか見られてると できないわ。できないです。なんかそう笑われると。すいません、俺真剣なのにさ。すいません。ねえ、ふざけてやってるわけじゃないんだわ。すいません。今回は、いやー、でもどうします、もうないですよね。もうなくない。まあ、ちゃんと探してないで行ったら玄関かな。で、やっぱ入ってきた時に匂いするのも最初玄関なんで、一応見に行きますか。はい。靴はたくさんありますけど、言うて。はい。ちょっと待って。なんで。待って。見て。え、これなの？なんかいるよね。いる。なんかいるよね。え、これ？え、なんか入ってる。うわ、これ家収集です。いました。いたわ。靴の中に。ちょっと待ってくれよ。ちょっと俺の靴ってことは俺の匂いすごいってことか。ということは、そういうことか。いや、なんかショックだな、見つけれたのいいけど。そういうことになるぞ、だってこんな数ある中の靴でお前の靴に入ってんだからな。くさ、なんか違う、お前の靴の匂いじゃないけど、トーチンから出してる今。マジ？これトーチン嗅いで。うわ、これだ。この匂いだよね。これだわ。くさ。ちょっと捕獲しますか。ちょっと早く頼むよ。匂いすごいわ。ちょっとね。うん。来ました。家収集、捕獲、成功です。ありがとうございます。みんなも家、なんか臭えなっていう時、ないですか？もしあったら、この家収集の仕業の可能性非常に高いですね。そうですね。一旦戻して。ちょっと、戻したら俺の靴匂いつくべって。おめえの靴はもう元々臭えんだって。このまま外持ってきます。はい、ということで、小人図鑑第46弾いかがだったでしょうか。ということで、なんとか家収集を捕獲して、この家から出すことに成功しました。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして今までの小人図鑑シリーズも下の説明欄に再生リスト貼っておきますので、そちらからご覧ください。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあもん。